ちゃこんにちは、ゆだかさん。はい。日曜日です。うん。はい、ドイツカードの連戦が終わりました。あ、そうだね。はい、はい、はい。今回はいかがだったでしょうか、振り返ってみます。そうだね。はい。はい。では、まず早速、はい、セリーグから。うん。はい、DeNA 対巨人。うん。はい、対戦スコアが0対7、2対7、うん、2対2、DeNA、うん、2敗1分け。2敗1分けね。はい、まあ、DeNA の方は8連敗していて、はい、その時の連敗中の得点が 1.38 って、ほとんど点が取れてないような状況なんだよね。はい、だから非常に、まあ、苦しんでると。で、まあ、外オースティンが戦列に復帰したんだけど、まあ、あんまり振るうことなく、ただ3戦目の引き分けの時にね、はい、外がホームラン、オースティンが同点タイムリーというふうに、うん、まあ、徐々に来てるかなというね、はい、だから、まあ、次のカードかなっていう感じがする、うんうん、ただやっぱピッチャー交代、上茶谷が打たれた時なんか、はい、ピッチャー交代がちょっと遅いかなっていう部分もあって、はい、ちょっとこう傷口を広げてるようなところもあるしね、うん、まあ、ずらっと左が並んでて、ちょっとミスが出た時にもうスパッと交代して左を持っていけばもっとゲームになったかなっていうような感じがするゲームもあったしね、うん、だからそこらへんもう少しピッチャーの交代っていうのを、まあ、考えた方がいいのかなっていう風な節はあった、はい、まあ、巨人の方は、まあ、菅野がね今季初勝利で、はい、まあ、完封したということ、まあ、戸郷が最初フラフラしてたんだけど、まあ、ちょっとリズムに乗ってからは安定してきたこと、うん、それと1番の松原、はい、3番に入ってる梶谷、もちろん坂本もねその中でよくつないだりとかしてるんだけど、まあ、ここら辺に当たりが出てきたっていうことは、うん、非常に心強いよね。ただ岡本が相変わらずあまり良くないんで、はい、まあ、勝ってるうちはいいけどやっぱ早く調子を上げないと阪神に追いつくことが難しくなってくる可能性がある、うん、はい、だから岡本の調子待ちかなっていうふうに、まあ、思うよね、はい、はい、まあ、DeNA 対巨人は、まあ、そういうとこかな、はいはい、で続きまして、はい、中日対広島、ね、はい、対戦スコアが3対7、うん、5対0、うん、2対4、うん、中日の1勝2敗です。うん、はい、まあ、中日打てない打てないって言っててさ、はい、でこのカード始まる前連敗中だったんだよね、はい、でお互い打てないっていうようなことが言われてて、はい、ただその菊池がその前のカードの時に止まったんだけど、うん、また中日戦になったら打ち出したというね、はい、で鈴木誠也がスリーランホームランを打って、まあ、初戦をものにするわけだけども、まあ、この試合はその大瀬良がね本当は先発する予定だったんだけど、はい、やっぱコンディション不良で、はい、登録抹消されて遠藤というピッチャーがね投げるんだけど、まあまあゲームを作りながら大道にスイッチをした、うん、はい、で結局この3連戦で大道が2勝するんだよね、ルーキーが、うん、でねこういうピッチャーってシーズンに絶対いるわけよ、はい、運を持ってるんだよね、だからこの大道の運っていうのを本当に広島は大事にした方がいいし、では同点ないしは1点差負けててもこの大道が出てきたら逆転できるとか、はい、なんかそういう運を持ってそうな気がするんだよね、だからこの大道の活躍っていうのがこの3連戦で、光ったかな、うん、うん、まあ中日の方は猛打賞がいないとか言われてたけど、はい、京田がね猛打賞を打ち、まあ、そういうことが言われなくなったと。ただ勝った試合ではやっぱこう根尾と福留が頑張るというね、はい、やっぱ福留っていうのは、まあ、天才的な打者だね、うん、それと根尾もなんかやっぱ運を持ってる子だなっていう、うん、はい、なんかそんなことも感じたし、だからまあ打てないんだったらもう福留とかね根を積極的にね使っていった方がいいかなというね感じがするカードでした、はい、うん、まあ栗林も広島の栗林も安定してるわね、はい、だからこのルーキーの大道栗林この活躍っていうのはすごくこの3連戦にとっては、貢献したね。では続きまして、はい、阪神対ヤクルト、うん、はい、こちらは、2戦目がちょっと中止になって2試合だったんですけれども、うんうん、
対戦スコアが2対0、うん、10対7、うん、で阪神の2連勝、うん、これさ阪神って結構さ中止にもなるし2連戦っていうことが多いんだけど、はい、これ1勝1敗でいくとさ何やってるかわからないような状態になるわけね、はい、でも必ず2連勝するよね、はい、ここら辺が強いよ、うん、まあ、それと初戦なんていうのは、まあ、藤浪もピンチを迎えながら0点に抑えていって膠着状態が続いてたんだけど見た？見ました。ホームラン、はい、すごかったよな、はい、なんかそうですね、たまたまなんかその以前にホームランを打った時のエピソードなんかを聞いているさなか解説者が言ってたんだよね。はい、でそのなんかホームランを打ったというね、はい、ただこの時にねファーストランナー梅野が、はい、あの盗塁してるんだよね、はい、藤浪の直前にですよね、うん、打席の時にね、はい、だからベンチもいや藤浪の1本のヒットでホームランっていうのは予想はつかなかったんだと思うんだけど、はい、なんかヒットで1点絶対取るんだみたいなね、うん、そういうなんかがこう気持ちが現れてた盗塁だと思うんだよね、うん、はい、それがなんかホームランにつながったような、うん、そんな気がしてね、だからすごいこう藤浪にとっては勝ちもつくし、はい、ホームランも打って自分一人で勝ったみたいなさ、はい、うん、そんな試合を作れたっていうのは今後藤浪も大きな成長をねさらになんかしていくような気がするよね、はい、まあ、それとヤクルトの方は石川ベテランがね帰ってきた、はい、ピッチャーローテーションとしてでやっぱ素晴らしかったよ。で藤浪に対してはちょっと舐めてたかな、うん、真ん中にスーッと投げちゃったけどさ、まあ、その嫉妬だけで、まあ、ちょっともったいないことをしたなっていうふうに思うけど、はい、ただ全体的にはこういい投球してたから、はい、だから今後もなんかこの石川の活躍とかねそういうのが見れそうな感じがします。もう石川って大好きなピッチャーなのよ、はい、ピッチャーの中で一番好きぐらいに、はい、だから頑張ってほしいなって思うのと、はい、ベテランが帰ってきたね、はい、内川とか青木とか、はい、まあ、これでちょっと落ち着いて野球ができるかなっていう、はい、内川選手今日抹消になってます、ね、あ、今日抹消になってた、はい、なんかあったの？上半身の張り、あ、ということで、また急にやったからかな。そうですね、まあ、ただ青木が戻ってきたとかね、はい、まあ、戦力が戻りつつあるんで、そうですね、まあ、うん、内川選手も一度離脱してた理由がコロナとかっていうことから一回復帰してるので、うん、まあそうですよね、まあそうだね、一度は戻ってきているので、まあまあそうだよね、はい、うん、まあ戦列にね、まあ、だいぶ名前も戻ってきたんで、はい、まあここら辺は、まあ、今まで頑張ってきてたわけだから、うん、まあこれ今後も頑張ってほしいなっていうふうに思うよね、はい、そうですね、はい、はい、以上セ・リーグはこんな感じですかね、はい、はい、で続きましてパ・リーグ、はい、はい、日本ハム対楽天、はい、はい、こちらがスコアが1対4、はい、4対1、はい、1対4、はい、はい、日本ハム、はい、1勝2敗ですね、はい、はい、まあこのカードは何と言ってもさ、マークんだよね、はい、そうですね、2戦目やっぱ雰囲気があるな。ただ打たれたのがさ、はい、154キロのストレート、はい、中田翔に打たれたんだけど、やっぱ高めだったらマークでも打たれるんだなっていうふうに、まあ、ちょっとびっくりしたけど、ただやっぱこうその後変化球をね低めに集めて、はい、まあ投球していった姿を見ると、まあまあ噂が よくてさ負けたけどさ、はい、まあ今後勝っていく投手だなっていうのは改めてまた感じたしね、はい、あとまあ1戦目を見ると涌井はやっぱ安定してるし、うん、で3戦目は早川がやっぱ低めにコントロールされてる変化球を投じて、まあ、三振を取ったりだとか、うん、まあ落ち着いてるね、はい、うん、だからまあこの3人で3連勝したかったんだろうけど、やっぱ日本ハムの、まあ、開幕投手を務めたね噂も素晴らしかったよね、はい、うん、あとはねアーリンという日本ハムの新外国人なんだけど、はい、登板したけど、まあ技巧派でさゲームは作れるね、うん、まあゲームは作れるピッチャーだなって思ったのと、はい、やっぱ2イニングで降りたんだけど、もう少し長いイニングを 見たかったなっていう、まあ来日して、間がないということでね、
まあ、早く下ろしたんだとは思うけど、はい、まあ面白いピッチャーだなっていう、ゲームを作れるピッチャーだなっていうふうに感じた。はい、はい、では続きまして、はい、西武対ソフトバンク、はいはい、スコアが2対1、はい、1対7、はい、4対4、はい、1勝1敗1分けです、はいはい、そうだね。まあ高橋光成が、はい、やっぱりエースになってきたかな。うん、やっぱ開幕投手同士の投げ合いでね、まあ勝ちを収める 2-1 で、はい、うん、やっぱなんていうのか、投げっぷりがいいし向かっていくよね、どん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 ね、うん、打者に。で特に目立ったのがもうインサイドインサイドに、うん、もうなんか投げ切れるというか、だからすごく投げっぷりもいいし、あ高橋光成がエースになってきたなっていう、うん、それまではなんかこう不安定だったんだけど、まあ去年ぐらいからもうエースなんだけどさ、はい、なんか安定したエースになってきたかなっていう、うん、まあそんな感じがするよね、はい、それとソフトバンクの方は高橋礼が久しぶりの先発で勝ったと、はい、まあ先発はしてたんだけど、はい、先発で勝利は久しぶりに勝ったということで、うんうん、だからまあ西武とソフトバンクはこの勝ってほしいピッチャーが勝てたというのが非常に大きな収穫だったと、うん、まあ、思うこの対戦カードだったけども、はい、うん、この中でね辻監督が、まあ、西武打線って言ったらどういう風なイメージを湧く？打つ、まあ、とにかく打ち勝つっていうことでしょ、はいはいはい、だけどこの試合あの高橋子の試合だったと思うんだけど、バントをしつこくバントバントってやるんだよね、はい、で得点圏に送ってさ、うん、あのまあもちろんその甲斐というキャッチャーがいるから、はい、盗塁がなかなかねあの難しいというところで、はいはい、あのバントバントで来て、うん、で結局勝つわけだけど、はい、まあ、西武っていうのは打ち勝つこともできる、うん、走って勝つこともできる、今度小技を身につけてた、はい、やっぱりこう打線が思うように組めないからさ、うん、違う野球を本当に必死にやろうとする辻監督の姿っていうのが、はい、あやっぱり違うなと思った。やっぱ監督としてね、采配っていうことに関してはね、はい、だからまあ同級生だから褒めとくけどさいやだけど、はい、やっぱり、昔からねいろんな野球をやってきたということが経験となって、だからすごくあ考えてんなって、だから楽しいよね今西武の野球を見てると。なるほど、うん、違った顔を見せてくれるから、はい、だから今日はどんな試合を見せてくれるんだろうとか、まあそういうことがすごく今後もなんか西武の野球って楽しみだなっていうふうに思い出した、はい、なるほど、うん、辻監督のこう経験豊富なところから出る采配が、うん、楽しみだよ。楽しみですね。そうそう。でね、ソフトバンクの方はね、柳田がちょっと調子悪かったんだけど、はい、まあ、最後の試合で4打数4安打かな、うん、打ったり、あの盗塁を1つ決めたりとかして、はい、まあ、体調面がこう上がってきてるよね、うん、でバッティングの状態も上がってきてる。だから今後やっぱソフトバンクに、ソフトバンクもなかなか点が取れなかったんだけど、そうですね、これからは取ってくるようなことになるかな。うんうん、楽しみです。そうですね、うん、こう本来の打撃が戻ってくるような感じですかね。はい、また次に楽しみですね。そうだね。では最後ですね、うん、オリックス対ロッテ、うん、はい、スコアが3対3、うん、2対7、うん、2対3、うん、オリックスの2敗1分けですね、はい、この試合で山岡と二木の投げ合いなんだけどさ、はい、まあ言えばエース同士の投げ合いだよね。はい、山本が開幕投手したけど、山岡は去年の開幕投手をやってて、はい、二木は今年やってて、で3対3、まあいい試合だったんだけどさ、この試合で、安田がエラーをするんだよね。そこから3点を取られ、その安田がスリーランを打って同点にし引き分けにするという、まあ安田もエラーをした後にやっぱそうやって取り戻してくるっていうようなね、まあ、すごく成長を感じた試合だったしね、うん、でまあ見ままね、なんかすごく安定した投球を見せてくれてたし、うん、まあ、最後の宮城と鈴木の投げ合い、はい、これはあの2年目とルーキーの投げ合いなんだけどさ、はい、このピッチャー2人は、鈴木は投げっぷりいいし、宮城はなんか老年のなんか味がするというかさ、あ
なんか2年目にしてものすごく貫禄を感じるんだよね。だからすごくいい投げ合いだったけどさ、はい、まあ最後ね、まあ、外国人がひっちゃかめっちゃかにしたけどさだけど、はい、まああのロッテも開幕からこう連敗続いてね、でなかなか調子が出なかったんだけど、はい、これで4連勝し4連勝、はい、貯金1にしたという、うん、まあ徐々にだけどもロッテのらしさが出てきた、うん、カードだったよね、はい、だから今後ロッテもなんか目が離せないというか、うん、でオリックスはもったいなかったのはやっぱこの試合でも、まあ、前のカードでも言ったけどソフトバンクのカードの時に言ったけど、はい、やっぱどうしてもミスが出るんだよね。だから、まあ、一生懸命やっててミス出るのはもう責められないんだけどさ、はい、まあ、なんとかこう教えてね、うん、はい、たくさん教えてミスが出ないようなチームを作っていかないと、うん、いい試合やってるんだけどなかなか勝ちに結びつかない、うん、引き分けになってみたりだとかさ、はい、最後にもう逆転されたりだとかさ、うん、するからちょっともったいないよね。はい、その均衡した試合だとそういったミスがね、あの命取りになってくるということですかね。そうそうそう、うん、はい、で、まあこの3連戦、はい、今回の金曜日からの3連戦はまあそういう感じでね、はい、終わったけども、はい、また次のカードがね、はい、めちゃくちゃいい、面白いよ。はい、火曜日からの対戦カードですね。はい、エセリーグが巨人対阪神、DeNA 対中日、広島対ヤクルト、はい、パリーグがロッテ対日本ハム、オリックス対西武、ソフトバンク対楽天、はい、だからここはねセパとも首位攻防戦なんだよね、はい、そうですね、まあ早いよ、気が早いよ、まだ4月だよ、はい、だけど阪神はこのまま本当に実力が本物なのか、はい、巨人は今年は弱いのかっていうのが分かるカードだよね。そうですね、うん、だからお互いね裏ローテなんだよ。うーん、だエースが投げないんだよね、はい、だから逆にそこら辺で実力が分かる、はい、ピッチャーがいいとか悪いとか、はい、そういうのがすごく分かるよね。うん、で阪神は活発に打ってるし、それを巨人の投手陣が抑えられるか、で巨人の方は 1、2、3番が当たってるから、うん、はい、そこら辺が機能するか、うん、で下位打線も割と勝木だとか、うん、吉川も当たってきてるから、はい、だからいい試合するんじゃないかなと思って、本当に今から楽しみだし、はい、でソフトバンクと楽天、はい、やっぱもう覇権争いだよね、ここら辺は。誰がどう投げてどうやるのかっていうのがさ、うん、すごくやっぱセパともに首位攻防が楽しみな、はい、まあ週になるよね、はい、うん、まああとはロッテが連勝するのか。あ、そうだよ、ロッテはどこだっけ。日本ハムですね。あ、日本ハムな、日本ハム頑張らないとな、はい、もう噂投げちゃってるしな、はい、あとね伊藤っていうピッチャーが多分投げると思うんだよ、はい、ルーキーの、はい、まあ、ここが勝てるかどうかだよね。いいピッチングしてるだけにね、はい、まあ、それと DeNA がそうですね、連敗を止めれるかどうかっていうね、はい、そうですね、多分大野が投げてくるから中日、はい、でも中日の方はやっぱもう早く大野が勝たないとね、そうですね、いけないしね、はい、だからそういう意味ではもうものすごく見どころ満載の、はい、凝縮したカードがたくさんですね。そうそう、はい、週になるね、また木曜日に、はい、ね、動画上げますので、はい、見てくださいね、はい、楽しみです、はい。